こんにちは、チェロの上村彩乃です。ピアノの吉田智春です。この度この2人でデュオリサイタルを開催することになりました。ブラームスの、チェロソナカの第1番と、そしてショパンのチェロソナカと短調というあのすごく対局を、2人で進むことになりました。どうですか、上村さんにとってこの2つのソナタというのは。ねえ、もうチェリストにとってもこの2大ソナタというか、もう本当にもう音もたくさんあるし、もう表情も豊かだし、今リハーサル終えたばっかりなんですが、お腹がグー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 なってしまって結構くたびれちゃったんだけど、でも本当に楽しみだなと思っていて、ピアニストから見てこの作品は。そうですね、特にあのブラームスもショパンももう誰にとっても憧れの、ね、作品だと思いますし、なんかすごく音がたくさんあって、作品の中にもエネルギーがたくさんあるんですけれど、それでいてすごく内向的な、ね、特徴を持った作品なので、そのなんて言うんでしょう、バランスを取るのがすごい難しい作品なのかもしれませんが、ね、またその山形の、ね、ホールで弾くのもすごく楽しみですね。そうですね、なんかすごく、うん、あの室内楽にあった山形テルさんのホールなので。あ、そうなんだ、私初めて伺うんですよ。ああそう、テルさん初めて。テルさん初めて、そうなんです。やっとですか。私は嬉しいな。私何年ぶりだろう、5年ぶりぐらいかな。あ、そうなんだ。昔、10代の頃に一度伺わせていただいたことがあって、うんうん、あ、そうなんだ。でもすごく、なんか私10代のまだ音がすごいちっちゃった頃に行ったんですけど、音がちっちゃかったそう、その頃にもでもすごく豊かな響きがあって、なのでこの2曲もすごい綺麗に響いてくれるんだろうなと今から楽しみにしています。上村さんのすごくこう、あの、なんて女性繊細で豊かな楽器の音がすごい綺麗に聴いてくれるのではないかなとか、すごく楽しみにしているので、ね、2人のソロもあるので、ショパン と、バッハの作品も弾くので、あの各楽器の良さもお楽しみいただけたらいいかなと思っております。6月の23日でしたっけね、はい、山形テルサホールで、皆さんとお会いできる願っております。2人でお待ちしておりますので、ぜひいらしてください。はい。